ろんな業界のちょっとした裏話午前。こんにちは。裏表とかなさそうってしょっちゅう言われるのがちょっと悔しい星きらりです。業界裏話なんて言葉を聞いたらどんな内容を想像しますか？不倫？癒着？それとも過剰労働？何にせよちょっと過激な話が多いのではないでしょうか。そんな大げさな話ではありませんが、実際現場にいないとわからないような裏話は私たちの身近にもたくさん存在するのです。ということで今回はいろんな業界のちょっとした裏話を5つご紹介します。 1. コンビニ店員の裏話。コンビニ店員さんの研修会でのお話。接客6段用語の臨床から始まったのですが、いらっしゃいませ、はいかしこまりましたはぎこちなく声量もなりませんでした。しかし申し訳ございませんだけは声もお辞儀も恐ろしくきれいに揃ったのだそうです。ありがとうございましたよりも謝罪の方が言い慣れているという接客業の悲惨な状況が垣間見えるエピソードでした。こういうお話を聞くと店員さんに優しくしたくなりますよね。この気持ちを忘れずにいたいものです。 2. 美容師の裏話。美容院に行くと前髪自分で切りましたなんて聞かれることありますよね。実はあれ、前回のカットからどれだけ髪が伸びたのかを把握するために質問しているのだそうです。他にも自分が切ったのなら今のこの状態が好みなのかなとか、今回はもっと短く切っておいた方がいいのかななど、いろいろなことを考えるための確認なのだとか。ですから決して自分でなんか切ってんじゃねえよ俺と言いたいわけではないのです。すみません、私そういう意味なんだと思って毎回怯えてました。ラブホスタッフの裏話。ここでちょっと大人なお話を。いざホテルの前まで来ておいてやっぱりその気がなくなった、そんなつもりじゃなかったなどと揉めるのは今も昔もよくあることです。こういう時一緒に入ってくれるように説得するのは大抵男性だったのですが、最近は逆のパターンも増えてきたそうです。ラブホの前で渋る男性を何もしないからなんて言って説得する女性の姿は、いわゆる草食系男子が増えた例外と言えるかもしれません。私はやっぱりお付き合いするならしっかりリードしてくれるような男性がいいなって思います。 4. 求人広告会社の裏話。求人広告を見てみるとアットホームな職場ですとか未経験者大歓迎とか似たような言葉をよく見かけますよね。実はあの言葉の一つ一つに会社の本音が隠されているのです。例えばアットホームな職場は従業員の少ない会社が特に書くことがない時に書いているだけ。若い人が活躍や女性が活躍は単に若い人や女性しか欲しくないということ。未経験者歓迎はすぐ人が辞めてしまうので何でもいいから人手が欲しいということなのだとか。とはいえ全ての求人広告がこの法則に当てはまるわけではありません。多分あくまで参考程度にどうぞ。 5. 損害保険の裏話。交通事故の示談の際、加害者側の保険会社がきちんと対応してくれず交渉が進まないなんて話時々聞きますよね。そんな時は日本損害保険協会、通称損保協会に相談するのが良いそうです。実は訴えが出てからすぐに事態を解決しないと損保協会から会社に指導が入ってしまいます。会社としてはそれは絶対に避けたいことなので、そこからの対応が劇的に変わるのだとか。また厚労省の損保関係窓口に電話したら30分で解決したなんて話もあります。こうして権力に頼らなくても誠実に対応してくれる会
会社が増えてくれるといいのですが。いかがでしたか？知っているとちょっと安心な話から聞いてでなんだか切なくなるような話までいろいろでしたね。何事も普段見えているものだけが全てではありません。表面だけに惑わされず、その本質を見極められるようになりたいものです。しかし全然裏がないと思われるのもつまらないですね。私にだって裏の顔くらい。え、上着が裏表になってる？もうそういうのは求めてないのに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。